こんばんは、幕末宗男チャンネルでございます。まあ今日は暑かったね。山梨県の大月38度7度か、信じらんないね。まあ相当あれですね、気候が変わってしまいましたね。まあ今日は午前中何時くらいかな、昼くらいかな、ちょうどあの信濃町で用事があってですね、それですぐ近くの民を、そこへちょっと行ってですね、あるお芝居っていうのか劇団っていうのか、まあね、新しくお芝居やるスタッフの皆さんの 顔を合わせ、そこに私自身はね直接関係なかったんですけれども、ちらっと顔を出しまして、まあどのくらいですかね、かれこれ3、40分ぐらいいましたですね。まあね、知ってる方が全部伺っておりましたので、まあそんなことがあってね。で、まあ青山一丁目が会社ですから、まあ普通だったらね、歩いてもまあそうね、15分くらいで大体着いちゃうわけですけど、まあ暑くてね、どうにもなんなくて、これはもうタクシー拾うしかないなと思ってね、そしたら個人タクシーがバーッと来て、それで結構ねお年の運転手さんだったんですけれども、まあいろんな話をちらっとしながら青山一丁目まで、あっという間ですよね車だと。それで、会社へ、行ってですね、2時半くらいまでいろいろと仕事やって、3時にねちょっとあの、渋谷の新線にあの優先があのね、の会社へ行かなくちゃなんない用事があったもんですから、2時半くらいに青山一丁目のホンダ、車のホンダの前から、まあ暑いから、まあ、車で行こうかなと思ってね、それでね待ってたんだけど、なかなかね空車が来なくてね、いや暑いからなんかあれだな、みんなこうあのタクシー使ってんだなと思ったりしてね、まあそうこう、1、2分待ってたら、個人タクシーが来て手を挙げたらパーッと止まってくれて、で、すいません、あの渋谷の道玄坂の上がったところまで行きたいんですけども、そしたら、ああ、わかりました。そしたら、あれ、なんか、今日昼に信濃町から青山一丁目まで乗ったタクシーと一緒なんじゃないかなと思って、ね、いろんな話をしてたから、運転手さん、今日あれだよね、信濃町から、私乗ったんだけどこんな話しませんでした。おお、したいや偶然ですね、この広い東京の中でね、ねえこうねえ、まあ2回しか今日乗んなかったわけですから、タクシーにね、で同じタクシーにね乗るっていうのはまあ本当にすごい確率ですよね。まあそんなことがあってね、まあ、偶然ということもね、すごいなと思って、それで、優先の会社行っていろいろと話を、もちろんねこのタクシーの話じゃないですけれども、まあいろんな仕事の話をしてきたわけでございます。まあそんなことで、まあ取り留めもない話ですけれども、
まあ広いこの東京でね、同じタクシーに、なんか2回乗るってことはまあ珍しいなと思って、まあなんかいいことがあるんじゃないかなと勝手に思ったりしております。まあ8時から今日はこんな話で、失礼いたします。ありがとうございます。